こんにちは。ネットのニュースでなんかマンションの非常階段に若い女の人が泥酔して寝てて、それを解放するふりをしてなんか触って変なことしたみたいな事件が載ってましたが、僕もですね、僕は変なことしてないんですけど、昔僕の住んでる部屋の前が廊下になってて、でその日ですね、氷点下でめちゃめちゃ寒い日に、なんか夜中にいびきが聞こえてきて、僕は部屋で寝てたんですけど、外からいびきが聞こえてきて、なんだろうと思って出たら、同じシチュエーション、女の人が20代ですね、若い女の人がですね、僕も当時20代だったと思う、20代ですね、寝てたんですよ。なんか酔っ払ったみたいな感じで。それで声かけて、何やってんのって言って、部屋に戻んなよって言ったら、ウィーみたいな感じでなってたんで、死んじゃうよとかって言って、して部屋戻って、僕もう一回布団入ってこうって寝てたら、またいびき聞こえてきたんで、これはもう死んでしまったら困るから警察呼ぼうと思って、警察を呼んで起こしてもらったことがあります。なんか部屋を間違って、本当は3階に住んでるのに2階の同じ位置 の部屋開けようとして、開かなくて力尽きてなんか寝ちゃったみたいなんですけど、皆さんもですね、外で寝ないように気をつけてください。はい、今日はですね、ダブルストロークの、やり方というか、やり方じゃないですね、僕は普段ダブルストロークを教える時、先週から始めたダブルストロークをマスターするシリーズ全32週みたいなやり方で、教えてるんですよ。まずちゃんと指でリバウンドを取って、2個目は、指を閉じて打つ、これをきちんとできるようになってからスピードを上げていきますみたいな感じで教えてるんですけど、人によってはですね、いろんな教え方変えた方が分かりやすい時があるんですね。それでいろんな教え方するんですけど、そのうちの一つです。普段はやらないんですけど、ちょっとうまくいってないなっていう人にやってもらうやり方、結構ダブルストロークできますよっていう人で、勢いで打っちゃってる人がいるんですね。これ勢いで打つとこういうことですね。なんて言うんでしょう、2打で離してるみたいな、こういう、これの2個打って離す感じ。だから右と左で打つとこうなるんですね。ただタラッ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 、これもちょっと粒が揃ってない、リズムがちょっとタラ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 ってなってるんですけど、そういうなんて言うんでしょう、振り方してる人、指が離れちゃったりとか、手のひらの中でスティックが暴れてる人、そういう人にですね、そういう人ちょっと惜しい時があるんですね。もうちょっとでできるのにみたいな。どういうことかっていうと、これ2本指で落としますよね。そしたらてん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 ってなるんですけど、これを2個で打ったら離します。ちょっとここ見ててください、このグリップエンドのあたり、2本指落として2個なったらちょっと離す。なんでかっていうと、ちょっと浮かせないとずっと鳴ってるんで、して早く上げすぎると、今鳴っちゃった、1個しか鳴らないです。勝手に落ちますから、ポーンって当てたらポヨヨーンってなって勝手に落ちるんですよ。スティック重力に引かれて落ちたら、そのまんま3打目4打目って行く前に落ちたら、上にちょっと見ててください、これここ必ず最後ここ戻りますよね、手のひらに。この戻る時のこの動き、これに指を沿わせるイメージ、これに指で少し働きかけて、鳴ってから
指を少し閉じてこう、今簡単にやってますけど、これ結構できないんですよ。やってって言ってもできる人は当然できるんですけど、もう一回いきますよ。落とします。2個目鳴ったら上に少し上げる。上げるの早すぎると1個しか鳴らないです。ほら、上げるの早すぎ。この動きに指をただつけるイメージ、何も力いらない、もう本当プランプラン。ほら、もうこれぐらいですね。もうグリップなんてもう引っ張られたらすぐピョンってどっか飛んでくぐらいの。でもこれだとまだ完成じゃないんですよ。やっぱ2打目のがちょっと小さいので、そこでちゃんとこう指でサポートしてキッと、指を閉じる動きを与えることによって、音量が揃って粒立ちが良くなる。そうですね、上げるの早すぎる人結構多いです。1個しかなりませんみたいな、できませんみたいな、あと遅いと3個なっちゃってするんで、この塩梅をですね、うまく調整して少しずつ揃えていく。そうするとうまくできるようになる人もいます。いろんな癖を持っている人がいますので、なかなかうまくいかない人にはこういろんな角度から練習するように、伝えてます。私フィンガーストローク練習させて、それができてからダブルいったりとか、最初からできる人とかもいるんですけど、やっぱりね、いろんなこうスティックを落とす癖もいろんな人がいるの で、でダブルストロークの振り方もこういろんな人がいて、慣れれば力抜いてできるんですけど、どうしても最初力入っちゃうんですよね。それで、いろんな人がいるので、これはこうやったらどうみたいな感じで、いろいろアプローチするんですけど、その中の一つ当たったら、2個目当たったらちょっと上に戻す。そこに置きっぱなしだとこうなります。戻す、早く上げすぎると音鳴らない、音鳴らないというか1個しか鳴らない。2個、だから全部の指バーンってつけるよりも最初中指だけとか、全部つけるとなんかこう力入っちゃう人もいるので、ちょっと中指だけちょっと軽く触れて感じつかんでみる、そんな感じでですね、今日はですね、脱力からのこの勢いで2個打つ、まずこれができてからのダブルストロークへのアプローチを、紹介してみました。うまくいかない人はですね、ちょっとやってみてください。はい、ありがとうございました。